エンリケ一世は、カスティーリ王。アルフォンソ八世とその王妃で、イングランド王ヘンリー二世の王女であった、レオノールの息子。姉に、レオン王アルフォンソ九世ヒベレンゲラ、ポルトガル王アフォンソ二世ヒウラカ、フランス王ルイ八世ヒブランカ、アラゴン王ハイメ一世ヒレオノールがいる。兄のフェルナンドが1211年に急死したため、王大使に建てられた。 不応アルフォンソ8世が1214年に死去したとき、エンリケはまだ10歳だったので、レオン王アルフォンソ9世の王妃となっていた姉のベレンゲラが摂政として、政務を取った。しかし、重臣のアルバロネニエスデララが、ベレンゲラと摂政の地位をめぐって争った。1215年、エンリケ1世は、ポルトガル王三所1世の王女、マハルダと結婚した。結婚は、 両者が若すぎたためうまくいかず、1216年に結婚は解消された。エンリケ一世はアルバロラララ家に老落され、パレンシアへ連れて行かれるが、1217年、パレンシアで自己死した。わずか13歳だった。同年代の貴族たちと遊んでいる最中に上から落ちてきたレンガに頭が当たったことが原因だった。大いは、 姉のベレンゲラが、ついでその息子で、おいのフェルナンド3世がついだ。ありがとうございます。